初優勝チャレンジです。優勝戦第12レース枠なり2対4の体型スタートしていきました。踏み込んで1コース1号艇の森田スタート先行、そのままに1マークに向かっていっています。三角の3号艇は1周1マークまくりは少し膨らんで、そのうち5号艇の松村差して上がっていきました。先頭主導権は1号艇の森田、2番手5号艇の松村、3番手3号艇三河でスリット裏、後方金沢2号艇の多動離されて6番4番で2マークです。スタートは前提正常、2番手注目の2マーク5号艇の松村が先行を守って、上位体型は1、5、3の体型。バックスレッジだいぶ引き離してトップ独走1番の森田俊介、前走地福岡に続く2節連続の今年 V4 通算122回目、大室では3度目の優勝になります。続いて5番3番と返して1号3、3連単のオッズは 22.5 倍を示しています。先頭1番森田優勝のゴリ、大村桜祭り競走見事に優勝、1号艇の森田俊介選手でした。インコースからスタートいきました。0台前半という踏み込み、そのまま逃走を決めて今年4度目通算では122回目の優勝を飾っています。はい、今節はたまたまいいエンジンで、いいレースができたので、前回、フライングして迷惑かけたリベンジができたと思います。また呼んでもらえたら一生懸命頑張りますので、また応援よろしくお願いします。